さあでは、えー、前回の続きをやっていきたいと思いますけれどもですね、青鬼2ですね。えー、今回と次回でできればね、あのーまあ、終わりたいなと、この広ロ編に関しましてはね、そういうふうに思っているんですけれども、うわびっくりしたどこまで行ったっけなんか音今回めっちゃでかくなってますね。音が今回めっちゃでかくなってます。2回言いました。えー、小さな鍵。うーんと、小さな鍵を手に入れたんですかということなんでしょうね。うわ 俺おっ今回音でかくしすぎたな前回はですねちょっと小さめの音になっていたのでうるさっこれはこれは開けられへんのななどなんやっけとりあえず鍵鍵使うとこ行,行けはなかねなおれオッケー鍵。あびっくりしたわおびっくりしたでっかお前なんやねんごいついちょ待まて待て待て,待てお前えここやった いやいやいや,いやああ新しいとこ来たやばい新しいとこ来た <laughs> ええってえー、ってもううるさっここねここの鍵やったわけねでこれやまずん接眼レンズほうでこれはこれ何はーなにはあ何桁かだけ見ていいこれ何桁や四4桁ぐらいかないやめっちゃこえられるやん めっちゃ答えられますやん。ーでこっちはあかへんのよな。オッケーじゃあ、えこれさ、この落ちてるやつとか関係ないやんな。オッ,ケーオ,ッケーオッケーオッケー。多分、ワイワイが思うに、ちょっとセーブンもまあしたいけど、このね、顕微鏡に俺、アイテムを使うんやと思うね接眼レンズ。どうやっぱりで、何を使うかやねんけど、これが難しいな。メモ用紙か。まだだって。 あ、違うか。何を見んねやろ ?BGM ないの怖いよな。っていうかさ、動画にして初めて気づいたけどさ、めっちゃ見にくいよな。いや、ちゃうねんちゃうねん。そもそもな、ちゃうねん、ワイワイがなんでこんな青にしようと思ったかって言ったら、ワイワイも YouTube ちょっと見てみて何が人気なんかなと思って見てみたいやんや。じゃあ、この青に通してる人がすごいなんか再生されたから、あ、なんや、じゃあ俺もやったら再生されんちゃう思ってやったら別に再生もされへんし、画面も見にくいし。 俺としては、まあほらもう来た、お前な、ほんま空気お前よな、でかいねん、まずお前は。オッケー入れへんちゃう。なんでお前入れあっ、え俺これ手に入れてんかったえ ?10 円玉これわかった俺10円玉わかったで。ごめんみんな、ザッツライトその通りです。やわこれ。これちょっとみんな見てこ、ここ、もう見て、このまんま見て、一部知事をありのまま見て、これ絶対ここやで。ここで俺、アイテムで。 10円玉使ううねんで違うで違しょ小箱が開いて中のものを取り出したスライドガラスあこれを見ろってか ?OK あちなみにねあの画面が明るすぎるんかしてなんかあのキャラクターがねなんか真っ白ですよって言われてそうなんですよまさにその通りで編集でねちょっと明るくしてて「ミューゼー初めての方予約は 1, か1月中に」<laughs> めっちゃピースしますやんピース ×3 やったね今ね。 ピースにける3やったもんねすごいイエイイエイイエイって感じやったね今 <laughs> じゃそんな話がしたいんじゃないね話を反らさないでこれほんだアイテムよいやいいってお前のそのピースは、うん、それ全部で指何本立ってますかっていう質問題やったらあれやと思うな起点が効いたと思う <laughs> なになに覗いてみたあ来た !9723 ケー。この9723もどこに使うかももうバッチリグーやから俺 こここやろこれでやっと1本になったわ道が 979723OK、OK、答えるおっしゃおびっくりした近くで扉が開く音が聞こえた OKOK、OK OK、ここでじゃあセーブしておきましょうかこれちょっと先進んだね道は <laughs> めっちゃミュージアム押しますやんこれで道は左さらに右いや右なしやなこれ絶対なんかあるな壁にひびが入っているうん 二人の距離にも日々が入っているやな。オッケー。ここだけ他の鍵穴とは違うようだ何かで代用できないえこれあれじゃんは針金ちゃうんじゃんだって針金使ってないもんあ、使えへんの何かで代用でき…あ鍵盤を手に入れたん鍵盤やろ待てよ鍵盤と か針金を使うとかそういうこと？あ来たほら。でここにオッケーうるさ。ななんか音鳴ってる。なんの音？こ開けたらバーン出てくる？<laughs> まあじゃあ見ましょう。じゃあ実況実況するわ。BGM だけ流して実況しようかじゃあ。<laughs> あうるさい。めっちゃうるさ黄色の次緑。 黄色、次緑、青、左上。ほんで赤を右上にはめたらピョーンなって。スタンディングあ、緑、赤、青で、なんか星しいつつ、星しつうるさい青、左下、今度青、左下、緑、真ん中。次、上、黄色。で、右、赤で、大体色残ったけど、なんか夕方なんとか。ラブイット、ラブイットで星五つつ、ブロック、ヘクサパズルって書いてます。うるさびっくりした。 もう分かったよ。みんな何が言いたいかもうはっきり分かったと思うからもういいよ。それ以上わいわいは触れへん。これ絶対なんかあんねん。と思わせて、あれに気を取らせておいて、実はここになんかあんねん。隠されたなんとか。迷宮のなんとか。暗黙の了解を手に入れたみたいな。ないか。残っちゃうな。うわあ、広いな。わあ、広い。絶対出てきそう、ほんで青鬼に。ガタガタしてる、タンス。右上のガ,ガタガタ見てほら。ガタガタタタンスしてる。 ええー、みんなあかんのー、見るじゃん。はい、あ、たけしやん。わあ、はっ、はっ。あ、誰かと思った。誰かと思ったってなんや。無事でしたか。早いところ、ここから出し、出ましょう。あ、青い化け物が。たけし。たけし。たけしを、たけしを、七名見るじゃん。あ、あー、ありがとう、ありがとう。そ、そうだ。これさっきご神用に拾ったんだ。 俺は歩けそうもないからしばらくここにいるよみんなを探してきますここで嫉妬していてくださいハンマーああオッケー壁つぶすんなえめっちゃサクサクきてますやんこれちょっとめっちゃサクサクきてますやんまあ、でこれでとりあえず俺は一回マスク変更とかしてみてもいいんじゃないこれでかすぎんねこいつこいつにしようこいつこのマスクに変更しようせっかく2個あるからねあいつはどういう能力持ってるのかわからへんけどあいあのクラゲが何しっかああー早速来たおたけしてあろ タケシななはいここからここやろのこ,ここの壁にハンマーどんどんやろハンマーどんどんやってはいアイテムハンマー使用するあっびっくりしためっちゃうるさいやってまあいいか行こうかあ二2階って書いてるねここ隠れるとこ隠れるとこねオッケー隠れるとこってかもう なんか一回出てきてほんでロードしたらその場所には出てこないんですよね当分出てこないっていうだからそれをうまく使えばまあ見つかってもいけるかなっていうほなんかあるんちゃうこれ,これ一個一個調べすぐあっこっちあああっえっこんなサクサクいっていいのなんか怖いんやけど逆に絶対見落としてやるやろ何かを。 わわ絶対出てててくるわちょっと待ってセーブさせてこんなに行ってもこまあれだってたけしのとこにいた一応鍵も必要やからねだからいずれたけしのとこに戻らんなあかんからね鍵がかかってここも鍵かかってんのかで右のロッカーは違うやろここになんかあんねんこの黒いのおおえ落ちるとここれちかかこれね消火器が取ってみたいと思ってんだけどどうあ違うかなんもないか。 あ、ななんもいわじゃあこれはああああ,あ,あおじさんきたなんかめっちゃおじさんきたやばいやばいやばい校長先生みたいでしてる校長先生どこやねんよねこれあっかあっまさしはブルーベリー色の校長の風貌をした化け物に <laughs> 一体何やねんそれはうん朝電話したり昼呼ばれたり夜デートしたり <laughs> うん若すぎるわ 犯罪になってまうわ、俺がお前手出したら。はい、ということで、ここからです。えーっと、男子便所行ってみましょうか。あ、こう降りたらブルーベリー色の校長の風貌をした何かに襲われるんで。んあここ、右下と左上のプラスドライバー外れてませんこれ、スワイプとかではないね。OK。じゃあ、あれ、なんか外すものが出てきそうやな。いや、これ開けてもな、隠れるだけやろ。OK。 じゃあ、まあ、これ、ほっときましょうか。まあ、ちょっと見たい気もしたけど、まあ、ほっときましょう。で、こっち行ってみよう。ここ、俺出てきたとこやな。校長いるんちゃうじゃんここ。校長ゾーンやったな。左側がこ、ああここになんかある。あれ、椅子押して行ってみるああ、この椅子もなんかありそう。洗剤。ほーん、汚れを取るってことな。じゃあ、鏡やな。まあ、もうちょっと待って。ここ、全然、調らみしていけてへんけど、一個一個潰していっていいわいわいもう、いろんなことをたくさん抱えすぎて、何もうまいこといかへんってことをたくさん経験してるから、今まで。 動画にしても何にしても <laughs>。だからちょっと一個一個さして一個一個え。え使えへんの副問がいるってことかじゃあここかな。パソコン。画面の画面に数字の3が映し出されている。ここは数字の1が映し出されている。でここは数字が入力できる。まあ単純にじゃあ3、1と答えたら場合数字が違うと。 お並びがあるわけな。ただば3113とかそういう感じで、多分並べる、その並べ方をどこかで教えてくれるんでしょうね。で、これ、女子便乗。あなんかアイテムあった。これ何たわし。これでやっといけんのか、あれが。ちょ、これもまた一個一個潰していくけど、たわしと洗剤っていう、これさ、アイテムでもしかしたら使えるアイテムで使われこら話早い。あ、違うか。あった洗剤をたわしにつける。洗剤を。OK。 洗剤を押してからアイテムを使うと。やればいけるわけですね。たわしからじゃダメと。男子便所の、ここやな。ここにアイテムで。もうめっちゃサクサクやん。なんかあのコメントで。えー、ほんまに言うてんのじゃあ工場室行かなあかんのか。じゃあ一回セーブしといて。工場室行ったら、どこで回避しようかな。えーと、じゃあロッカーまあいいか。もう巻くか。あれ 鍵はかかっていないようだが、開かない。内側からドアを押さえられているようだ。ほーじゃあ、結局、あの上から行かなあかんわけな。了解。じゃあ、この穴からやっぱ押していきましょう。ベッドの横の穴からね。はい。ああ、びっくりした。オッケー。こうやろ。ここでこう上行きますやんか。ここの操作。ここの操作。朝メールしたり、昼呼ばれたり、夜寝かしつけたり。<laughs> どこの立場からこのゲームプレイするの、ね、よ、お前。パパか。 はい、来いお前をまかなあかんお前を巻くのが俺の使命や一旦じゃあ、こっちこう行って、こう行って、こっち行こうかこっち行って、長距離稼ごうはい、行くよオッケーここまで来ましたえーっと、校長室なんですけど、もう、こうやってやって画面めっちゃ見にくくしてるから、こうやって。<laughs> なんでそんなことしようと思ったんこうやろここ見るやろこうやろここ見るやろここ見るやろあだもない。オッケークリア。で、ここやな。 ここ絶対なんかあんねん。あ、これ、たわしやわ。もう見、見る間もなくたわしって分かったわ。多分なんか、黒くぐにゃぐにゃぐにゃってなってんねん。ほら、壁の汚れをたわしと洗剤で落としたと。左、右、右、左。えまさに3113やったんちゃうんちゃう多分やで。わいわいが思うには、これでも、ここでちょっと、用意周到に見といていい。 ワイワイが思うには、パソコンの番号の打ち方やと思うんだけど、左側が3やったよな、ね。ほんで右側が1やった。すなわち、それは3113を意味する。ということだよし、一回やってみよう。これ、今、ワイワイの博学のコーナーじゃん、これ。博学、博学って言ったら何ちょっと、あれ薄いって書くえ違うんかよえじゃあ、左、右、右、左って何え ?6 やん。6、6。 え6 6えほな6666じゃん。えどういうことあれ3になった。えどういうことちょっと待ってよなんか法則があるのか左が3になって次右が1になったあそういうことかなるほどね分かった分かった3166ってことだよ。 まあ、もう一回見れば数字が変わるとえなんでなんでえなんでこれもう一回見るやろ7なってるえなんで ?93179 ってことじゃあっていうことかな3179はいはいああなるほどいち,いちみんなあかんのな了解じゃあセーブしていきましょうか OK じゃあいきますよ なんかボス戦チックなやつ来たなハンマーと俺持ってたかこれなんでここ行けへんようになってんねやなんかこれ操作難しいけちゃうかあっからバーンと俺青に出てくると思うんで模擬で練習しといていいこここうなピロインドン,ーン,ーンドゥーンドゥンオッケー完璧いくよプラスドライバーうわ来たほら言わんこっちゃない何でお危なうわ おっしゃ距離稼げ距離稼げ距離稼げおっしゃ距離稼げやばいやばいやばいオッケーナイスはい、来た神ちょっとここらでマスクガチャかまし、一回ワンマスクガチャ回すでうるささあ、何が来るかなーうおいしょ お前さ、いや違う違う、どんなに選択肢あってかぶってんねんって、お前。どれぐらいの割合でかぶってんねん。他のやつを引く可能性の方がよほど高いやろ。はい、来たよ。ここまで来ました。いや、絶対ここにアイテムあるはずやねん。何かアイテムあるって。上バーンって開いたから、なんか上に行けっていう感じもすんねんけど。まあ、一回上潰していってみますか。ドライバー手に入れたんで、鏡のところ外せるのは外せるんですけど、それ覚えてるよ、ちゃんとワイワイはね。あ、行けへんの、これ。行けへんねんや。 オッケーじゃあもう鏡んとこやわ。なんか一本道になってきたね。一本道になったさすがにそれどんだけ頭が悪いと言えどもね、私が。それぐらいいけますよ、そりゃ。今回はちょっとまあ、青鬼の柄をね、若干変えたんで、できればもう一個ぐらい見せたい。もう一回だから PR 動画をワイワイが実況して、なんとかもうワンマスクぐらいは増やしたいんですけど、しかもちょっと尺はね、長くしようかなと思ってるんですけどね、今回の動画。ドライバーで鏡を外した。鏡の裏に何かある。 ベランダの鍵を手に入れたオッケーじゃあセーブしてきますか何か出てくるかな CM あー来たアクセラデブットやろもっともっと人と一つになる車を <laughs> ロボットやないかオッケーなんこっち行こうなんかベランダの鍵って言われても多分こっちやと思うなえー、でも俺たけしの方の側の鍵が分からへんねんなそのうるさうわめっちゃうるさいやんこ,これ何こ,こ,あこれハンマー あっあ、まあああまあ、プラスライバーまだあるぞあっうるさっガレーの中に何があるペンチえで終わりああ入れたきたき <laughs> たみんなこれやオッケー受け取ろうちょっと受け取ろうゲームで稼ぐ一攫千金を狙えっていう人気のオンラインカジノ知らないのスロットがおすすめルームも簡単だし初めてのスロットに挑戦 スタート七7 7でレレレレウィーンビンゴーやった40万円勝っちゃったゲームのように楽しく遊んでリアルに稼げる日本人最高額は1億2千7七万円そして店でも稼げるなんとか平均90から98%と非常に高いナンバーワンでもオンラインカジノって日本人がやって大丈夫な全然大丈夫なんとかカジノの運営には必要政府のライセンスを取得すれば安心してくれりってきますなんとか皆さんでフライくで10万稼ぐと一獲最近目指し今すぐに倒する <laughs> はい、できました。今か、もう全部出てきた文字を読もうとしたんやけどまあ無理やなむちゃやとなっていうか30秒かなんかの CM に詰め込みすぎて <laughs> 全然読めへんねはいじゃあマスクかじゃあ待ちますよ絶対にかぶらへんうわうるささあ何かな新しいやつお願い新しいやつが来ましたあっ <laughs> い ただただただ,だ,だ斜めめてるだけですよねあなたそれ何の画像画像を若干加工しただけですよね何なんこれこれ何なんこれちょこれでやられたらちょっとまあなんかいろいろ詳細が知れると思うかまあいいけどさで俺たけしの向こう側の OK たけしの向こう側のあれ欲しいから鍵欲しいからあデッキブラシや俺最近ねえトイレ掃除用のブラシの棒 棒、部分がか二つに割れている触れると一つ取れてしまった長い棒おアイテムやったんか最近デックブラシ買ったんですよベランダ掃除しようかなと思ってね大掃除でね壊れかけのドアだ、開けられそうで開けられないなんかあるんちゃうか俺多分これ長い棒なんか使うんちゃうか使用するとかやったら、あ、無理かあ、ちょっと待てよ、これさ、ここであれハンマーなくなってるぞ ペンチプラスドライバーペンチをちょっと使ってしてみていい何かアイテムと組み合わせるやつって一回押してみとかなわからんからな。あ誰これミサミサやったっけ誰お前、サオリやっけミカか。よかった無事だったのね。ええ、竹島無事です。一緒に行きましょう。いやよ、あの怪物に会うかもしれないじゃない。それに、タクロウに言われたの、ここで待ってろって。タクロウはどこへ タクロは一人で出口を探しに行ったわ。わかりました。あ,あ、お前もタクロで行くんな。今作でもお前はタクロで行くのな。OK。まあ、タクロがどうなったかとか俺全然覚えてないけど。あなんかあるって。お金属製の筒を手に入れた。なんかここの筒の上になんかプラスドライバー入ったな。OK。そういうの俺は見逃さへんで、ほんま。そういう細かいとこは小獣とのようにな。<laughs> はい、ありがとうございます。 今回ナンバーワンのあれでしたね。ボケ入りましたね。さあではプラスドライバーを使うとやってネジを外しましょう。絵画。見てみる絵画。これあ待って。見られへんやつや。音楽家のなんとかかんとかで書いてる。有名な音楽家の顔が書かれている。バッハとかそういうこと。モーツァルト、シューベルト。まあそんなあたりでしょうね。頭ベートーベン。 なんかそれがもしかしてああ来たほら斜めめてるやつお前ちゃお前なああここミカいるからさ安全ポイントなんちゃうラッキーえミミカゾーン来たいんじゃん困ったらあそれいいかもしれんここを起点に動けばさ大体のことはじゃあ丸く収まるかもしれんこっしたになんかあるぞこっしたのやつはこれなに打ち込めつかまたエラーああカードキーで なんか左から2本目の赤い線だけなくなってるってことですよね。あとは何もするもんはない。いったんじゃあここで軽くペンチ使ってみると使えない。まあ、ね、まあそうやな今までペンチが使えたとしてどう使うかってなってくるもんなあ,はあ。あ箱に音楽家の会が当てはめんねやじゃあ。ちょ分かったけどここらへんもなんかあると思うなあれ絶対ピアノくんねんなガンガンガンって。 まあいいわ。ここ当てはめてみようか。なんか今のところ積むっていうことないね。最初だけやわ。絵画を壁に飾られている額縁に入れた。絵画額縁の中に収まり何かが落ちてきた。額縁の中に引っかかっていたようだ。きたプラスチックのカードオッケー。このプラスチックのカードをおそらくアコに通すんやろうけど、アコっていうのはさっきのとこね。ただ、 エラーと出ているあの左から2本目の赤い線がそれでいいのかっていう話になってくるんのよなこれねよしじゃあまあ使ってみますかまあとりあえずあるから使ってみようカードを使います何も起きない機械に電源が入っていないようだはあなるほどねちょっと待てよだから今俺がここに持ちうるものであの赤い線の代用品をどっかから探してこいっていうことを言ってんやと思うのよなワイワイは。 オッケーじゃあちょっと戻りましょうかとりあえずミカがおったっていう部屋のとこまで行ってアイテムが他にあるかまあこの部屋にはないと思うね正直もう1個あったからだから他のとこよなこのあとよなあっこっち行けんのか音がならない鍵盤があるようだ音がならない鍵盤があるようだこれなんかペンチとか使えるか 使えないいやなんかあるはずやでこれで長い棒とか違ういやこれをなんとかしてプラスドライバーこれをなんとかして俺はなんか配線をいじくり回すとかそういうことをしたいんだけどな逆側から見るとかこっちからこう見るとかきたえあここの線が切れてるねなんかこの真ん中のとこだけ。 で、それをどうしろとっていうことはこの画面でペンチとかそういうことをこうやろ廃止をする取れかけているペンピアノ線をペンチで切ったオッケーナイスいいぞよし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 なんとかやったやっとやっぱ戻ろうかなって本当は思ったんですよねでも戻るあここやな戻る必要がやっぱないかもしれん一本道かもしれんここらへんからで一旦とりあえずこのピアノ線を一回使用するとしてみよう うん、電線が切れた部分に取り付けたと動作を始めたこれで大丈夫だ左から2本目が大丈夫でこの状態でプラスチックのカードを使うとオッケーどこかのドアが開いたおそらくやけど右側のドアであると俺は思うねんなこっちじゃないかなこっちが開いてたんやったら楽オッケーよしちょっと待っていや、ヒントじゃない一回,一回セーブしよう一回セーブしようはいセーブしたよー えーと、なんか下光ってるなこの下光ってるとこちょっと見たいな手が届かないあオッケーえっ、ー、何なめちゃってるもしかして俺をオッケーバール長い棒で光るものを手繰り寄せたとバールあーなるほどわかりましたまたバールの使うところがあれ俺今回ちょっと謎解きの女神前下りてんちゃうと思ってんねんけどこれ青に来んねんのオッケー よしよし、よし、ここ、ここ、ミカさんゾーンやから、ミカちゃんゾーン、ここ。ここミカちゃんゾーンで一回セーブしといて、これ多分バールあれやろ開きそうで開かないやつやろオッケー。それ、じゃ行ってみようじゃんこのまま流れで行ってみよう。もうずーっと今回カットすることなくここやと思うねここ。これで、アイテム、バール使用する。どうほら、来たこじ開けた、行きます。あなんかおった誰お前あ、先生、え一緒に来てなかった、先生。よかった。また合流できた。 ミカとたけしは1階でロッカーに隠れていたので安全だと思いますロッカーにそれでタク郎ウ君は出口を探しに行ったようですタクロ郎を探してきますちょっと待ってよ校長先生一緒にいたっけ俺あれ校長先生らしきよ風貌のってやつはさ青鬼にって吸収したらちょっと変わったっけ私はたけし君が心配だから見に行ってみるわ ほたけしルーとかたくろうルーとかってことまあたくろうを探してみたいな俺れはあと、うん、でたけしのいる部屋で合流しましょうじゃあ俺はこのまま先に進めと言ってるんだなオッケー一回ここでじゃあこの別のとこにセーブしとこうでもう一回もし気になったら前のとこ戻ってやろう。